書いてもいいですか？はい、どうぞ。失礼します。こんにちは、私は、はい、こんにちは、アシュラクタリアです。どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。はい、自己紹介お願いします。はい、はじめまして、私はアシュラクタリアです。23歳です。私はバングラデシュの出身です。今ダッカのマクバジャに住んでいます。私は高校卒業しました。私はサンジャパニーストレーニングセンターに入って5級を合格しました。趣味は本を読むことです。どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。あなたの趣味は本を読むことですね。はい。あなたはどんな本読むのが好きですか？小説と本を読むことが好きです。好きな小説家は誰ですか？ジョージ・バーナード・ショー。はい、わかりました。あなたの生年月日を教えてください。2000年の2月10日です。10日ですね。あなたはどこで生まれましたか？ダッカのドハルで生まれました。生まれました。あなたのご出身はどこですか？バングラデシュの出身です。バングラデシュの出身です。あなたはどうして日本に行きたいですか？留学しに行きたいです。と、日本で何を勉強したいですか？初めて日本語を勉強してします。うん、その後大学に入りたいです。大学で専攻は何ですか？オートモバイルエンジニアリングです。わかりました。オートモバイルエンジニアリングを卒業したら何をしたいですか？勉強終わった後で国へ帰って自動車の関係会社で働きたいです。はい、わかりました。あなたは、今何をしていますか？ NQ を勉強しています。今何をしていますか？ NQ を勉強しています。 NQ を勉強していますね。はい、わかりました。日本語のレベルは今 NQ までですね。はい、はい。あなたはいつからいつまで日本語を勉強しましたか？去年の3月から8月までです。どのくらい日本語を勉強されてるんですか？半年日本語を勉強しました。はい、わかりました。全部で何時間ぐらい日本語を勉強しましたか？194時間ぐらい勉強しました。 あなたはいつもどこで買い物をしますか？いつもアグラで買い物しています。時々プレンズバザールで買い物します。買い物しています。はい、わかりました。あなたの著書と短所教えてください。私の著書は忍耐力と新しいことに挑戦する意志の力です。私の短所は仕事に真面目なところです。わかりました。あなたの最後学歴は何でしょうか？2018年の7月高校卒業しました。はい、わかりました。あなたはあなたの騎士弁者は誰ですか？父です。父ですね。お父さんはどんな仕事をしていますか？商売をしています。どんな商売をしていますか？ミステレニアス商売をしています。どんな商売をしていますか？ビビド会社。わかりました。あなたの騎士弁者は誰ですか？父です。父ですね。はい、わかりました。あなたは日本に行ったらどこに住みたいですか？神戸で学校の寮に住みたいです。わかりました。あなたはどうして神戸行きたいですか？神戸は素晴らしい町です。神戸の前に海があって後ろに 山がありますから神戸行きたいです。行きたいですね。はい、わかりました。今日は何月何日ですか？今日は4月の6日です。明日は何月何日ですか？4月の7日です。7日です。昨日は何月何日でしたか？4月の5日です。ですね。はい、昨日ですね。はい、わかりました。飛行機のチケットを買いましたか？予約しました。予約しましたね。日本語の試験外しましたか？はい、はい、わかりました。はい、面接以上になりました。ありがとうございました。ありがとうございました。うん。